はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ウマ娘プリティダービーの動画撮ろうと思います。ってことでね、ちょっとファルコイベのチケットね、取っといてもしょうがないので引いちゃおうかなと思うんですが、まあとりあえず優勝単発からいこうか。いけ、はいダメね。まあ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 、あと1枚でね、ちょっとシリウスシンボリがっていうのがあって、こっちを期待したんだけどダメでしたね。さあ育成の方はどうでしょう。はいああまあまあまあ、爆死のはね貫突してないからいいでしょう。はい、じゃあチケット行きましょうか。星2以上メイクデビューガチャ、こっちに関してはどうだろうな。まあ星2以上でね貫突してるキャラっていうのはいないから、星3じゃなかったとしてもどれが出てもいいかなという感じではあるんだが、できれば星3欲しかったよねって言ってるうちに、まあ星2だね。エアグルーヴ、まあよしとしよう。はい、そして本命のエジサウル確定メイクデビューガチャの、第2ラウンドということでね、欲しいのはナイスネイチャーかな、この中だと。まあ一応ね、未所持のカードをコレクションとしてね持っておくのもとりあえずいいんだけど、まあでも実用的なっていうことで言うならナイスネイチャーかぶらせたいかなという感じですね。じゃあ行きましょう。いけ、さあ、オグリキャップか。はい、そんな感じでしたね。なるほど。オグリキャップね、無凸だったのでこれかぶってもとりあえず1凸か。はい、マニーも SP もちょっと今ね枯渇してるんだよね。そうだね、まあネイチャーはねまだ1凸なんで、ここかぶってくれたら嬉しかったなという話でしたが、残念ながら出ませんでしたね。なるほどなるほど。で、シリウスシンボリに関しては一応ガチャが残ってる間はね優勝単発にかけようとは思いますが、ダメだったらね、ちょっと賢さ貫突持ってないから使うのもありかなとは思ってます。まあまだ単発引きにかけて残しておくけどね。ってところかな。 あとね、アドマイヤベガがね貫突したんだよね前回の動画で。そのおかげでね、一応レスボ 80% っていう構成が組めるから、レスボ 80% 試してみようかなとかっていうのをね、思ってたりはします。ということでね、まあ今回はね、オグリキャップでしたよということで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。